ご機嫌様、指揮官様。うふふ、ちょうど良いタイミングですね。準備ができたら、イラストリアスの練習に付き合ってみませんか粉ミルクでミルクを作ったら、手に数滴垂らして温度を確かめるべきですね。はい。今のは熱くないですから、飲むのにちょうど良い温度かと思います。 はーい、指揮官様。指揮官様、抱っこしながら子守唄を歌ってみるのを試してみませんかふ <laughs> イラストリアス、子守唄にはかなり自信がありますもの。んわざわざイラストリアスを探しに来たのですか 母性あふれるイラストリアスも素敵ですか指揮官様に褒められているようで、安心します。指揮官様、これも練習してほしいのですか指揮官様も、 本の通りに動けるようになりましたね。指揮官様、練習に夢中になりすぎないようにしてくださいます。まだ任務が残っているはずですわ。指揮官様、ボーナスを忘れないでくださいね。指揮官様、メールです。 お帰りなさいませ、指揮官様。お疲れでしたら、こうして背中をトントンして差し上げましょうか。願わくばこの世の暗闇を照らし出す光がまんべんなく注ぎ込むこと。あら、あの子たちが帰ってきましたわ。